急に止まって、どうしたの？むにゃむにゃ。え？寝ちゃダメ。怖い怖い怖い、やめて。いや、寝てないよ。寝てたよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで早速マンション見てこう。今回は子供の成長とかはなかったんやけ、別に。はい、それじゃあハートはなさげ。なんか、もやもやめっちゃ並んどんやけど、ちょっと順番尋ねていこう。はい、ラワンくん、入ります。僕たちに興味なくなったんですか？そんなことはないよ。あ、今のそっくりさん。なんかあれやね。結構おしゃれな格好しとるよね。新しい服が欲しいです。今おしゃれって言ったところやのに。なるほど。気に入ってなかったんかな。タータンチェックシャツ。はい、どうぞ。なんか、後ろの車とも相まって、いい感じの服装やと思ったんやけどな。まあ、あれ、突き破っとるけど、壁。あんまり気に入らなかった？マジで？サッチオといると、いや、まあ、さっきの格好の方がいいんやけどね。サッチオくん、親友。まあ、信頼してる。え、待って、兄弟姉妹。どうした？兄弟関係あんま良くない？台湾さんともちょっとぎこちない。え、母親以外ちょっとよろしくないやん、家族。どうしたんだ。ほい、それじゃあ、桃太郎くん、入ります。どうも。一週間ぶりですね。お久しぶりです。風邪もひいたりしてませんでしたか？なんか若干喉の調子がとは思うけど、でも風邪とかとは違う気がする。新しい服が欲しいです。ふんふん。新しい服。寒いかな？ T シャツ、ハーフパンツ。はい、どうぞ。どうでしょう。まあまあ気に入った。お、よかったよかった。気に入るんや、それ。帽子にはちょっと合ってない感じやけど。実用品、催眠術セットをもらいました。ありがとう。ゆうが笑うと、僕まで楽しくなります。お。楽しい。まだ友達、ゆうさんしかおらん感じやね。まあ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 、でも唯一の友達が楽しくないとね。まあ、楽しくないとまず友達にならんと思うけど。はい、こもかちゃん。どうした？どうした？どよーんってなっとった。私、疲れてるかもしれません。うんうん。風邪も引きました。ということは風邪薬を飲んでゆっくりと休んでください。どうぞ。いただきます。はいはい。どうすか？有効成分が風邪の諸症状に効きました。熱が引いた気がします。うんうん、よかったよかった。疲れたって口に出して言うとさらに疲れます。うん、それはわかる。なんかね、口に出した途端にみたいなのあるよね。はい、サザエのつぼ焼きどうぞ。いただきます。はいはい。どうすか？あまり美味しくない、マジで。マジで。美味しいよ。まあでもサザエのつぼ焼き、あれか、人によっちゃ苦いとかあるかな。ん？友達マーク下の方にもなかった？気のせいかな。はい、それじゃあ、わちちゃん。お、リミちゃんが一緒にいるところ悪いけど、入ります。私たちに興味なくなった。そんなことないって、全然。あゆなのとっくりさん。ヨタとは合わないと思っているのですが、私とヨタのことも、どう思いますか？ヨタくん。どこだ？あ、兄弟姉妹の関係が。こっちはあれなんやね。あの、ラワンくんは、台湾さんの方とあれやったけど、こっちはライチちゃんの方とちょっとぎこちない感じの。ルタくん合わないかも。唯一合わないかもや。じゃあ、合わないんかな。やっぱりそうなんですね。うん、そうなんだと思うよ。無理して付き合うことはない。あゆゆんとは毎日のように遊んでます。ふんふん。いいやん。仲良しなんだね。あ、ご飯食べてなかったね。ちょ、待って、ご飯食べよう。めちゃくちゃルンルンやな。どうした？どうした？ごめんね、忘れてた。
こんにちは。こんにちは。なんか唐突にすごい冷静になった。見てはいけなかったかな、さっきのルンルン。はい、タイの池作りどうぞ。いただきます。はい。どうすか？結構美味しかった。お、よかったよかった。もう美味しいよね。だってタイの池作りやもん。美味しくないわけないって。それじゃあ、体重計でも、どうぞ。道具、体重計をプレゼントしました。あ、レミちゃんおらんくなっとる。さっき1回出た時にはまだおったのに。さすがに2回も訪ねてきたら、うち帰るわってなったかな。はい、それじゃあ、ミオメカくん、入ります。遊びましょう。遊びましょう、遊びましょう。帽子シルエットクイズ。シルエットに表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。シルエットクイズ、第1問。第1問。ででん。これは何でしょう？ひょっとこのお面。答えは、ひょっとこのお面でした。イエーイ。シルエットクイズ、第2問。第2問。ででん。これは何でしょう？あの、なんか屋台とかにあるお面ってめちゃくちゃ高いと思うんやけど、ああいうもんなんかな。ナイトキャップ。なんか1000円ぐらいすることない？そんな高かったっけ？昔からそんなもん？シルエットクイズ。なんかお祭りってなったらやっぱりなんか雰囲気的な問題もあるんかな。場所大事じゃないけど。どんぐり棒、熊の髪飾り、大いちょう。答えはですね。大いちょうでした。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。一番大きいので。お宝、木彫りの熊をもらいました。ありがとう。僕はダイヤモンドのことならいくらでも語れます。すごいな。何？なんで語れるの？好きなんかな、そういう。鉱石というか、宝石というか、そういうの。はい、卵焼きどうぞ。いただきます。だってなんか前に、何やっけ、図鑑とか私見るの好きなんやけどさ、小さい頃から。なんかちょっと前に、本屋さんに行った時に、図鑑系のコーナーを見よったら、なんか、石の図鑑みたいなのあったもん。あの、宝石だとか、鉱石だとか、なんかそういう類の石の図鑑。なんか面白そうやなって思った。はい、サッチョウくん、入ります。なんか何でもあるよね。はい、遊びましょう、遊びましょう。共通点クイズ。二人のみーの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？また難しいやつやね。はい、スタート。共通点クイズ、第一問。第一問。ででん。ユーカとミネットは、二人とも、ノートパソコンを持っている。持ってそうやけど。はい。答えは、はいでした。あ、持ってた。よかった。基本当てずっぽうよね。第2問。ででん。大地と修也は、夫婦である。とりあえず今日はまだ訪ねてないけん、はい。答えは、はいでした。たまにね、なんか勝手に食べてる時あるけど。共通点クイズ、最終問題。最終問題。ででん。ヨミちゃんとアヤカは、同じ満足度レベルである。え、全く違うと思う。アヤカちゃんの方が圧倒的に高いと思う。いいえ。答えは、いいえでした。ほら、圧倒的に違うやろ。30レベルも違うやん。だってアヤカちゃんって結構最初の方からおらんかった。おめでとうございます。確か。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ、中くらいので。お宝、虫眼鏡をもらいました。ありがとう。親友ラワンくんなんやね。今日なんか何かと、ライチちゃんたちの、ね、家族が出てくるような。おお、それはぜひぜひお願いします。なんかちょっと今ね、家族関係がうまくいってないみたいやけん、相談乗ってあげて。はい、それじゃあ。ワカメちゃん。お？それ、また。夢を見ている。
お昼寝ですか？あ、またこのやつか。これ終わりがあったんやったよね。なんかちょっと前に終わりまで一回見たよね。確か。何事もなく延々と。急に止まって、どうしたの？むにゃむにゃ。え？寝ちゃダメー。怖い怖い怖い、やめて。いや、寝てないよ。寝てたよ。そりゃそういう顔になるよね。寝ながら運転しないで、しかもこんな道を。いや、でもまだあれか？単独で事故るだけになりそうやけん。車の通りが多い場所じゃない方がマシなんか？今度は何？なぜだろう、この道には見覚えがある。通ったことが。毎日通る道だよ。そりゃ通ってるわ。やっぱり寝ぼけてるんじゃないか。信じられないって顔されとるよ。もう大丈夫？目は覚めた？きっちりと。やあ。なんだなんだ。今度は何？聞いて聞いて。このカーは君のカー？え？なんじゃって。ダジャレ？そんなことのために車を止めるんじゃない。どういうわけか、お宝、お守りを拾いました。もらってくね。どんな夢なんだ、一体。超久しぶりです。お久しぶりです。嬉しいです。てか、あれか、自分の夢でさ、自分視点じゃない夢とかってあるもんなん。桃太郎のこともよく知らないのですが、自分が、なんか車の装飾品の一部になるなんかってことある？何、誰って、桃太郎？私と？わかめちゃんと？ちょっと待って。まだ出会ってないんか。これからってこと？いいんじゃないの？相性バッチリってことで。うんうん。ちょっと気になってきました。仲良くして。桃太郎くんまだ最近入ってきたばっかやけんね。友達増えていただきたいわ。捨て猫捨て犬はほっとけません。捨て猫捨て犬。なんか普通の野良猫とあんまり区別がつかんねえけど。この間野良猫は見かけたよ。結構綺麗めな感じやったけど。まあ、猫って結構あれよね。なんかそこまでボロボロにならんというか。毛並みとか綺麗よね、野良猫でも。はい、それじゃあ、そろそろ、みんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてってくださいまし。あ、なんか猫の姿をしたアユナがやってきた。今日は 27,090 円集まりました。ありがとう。そして、ミーニュース見てこう。3時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。MINT 氏の秘密がまた一つ明らかになりました。ミントさん。リアクションが大きいことで有名な MINT 氏ですが、今回、ワナミーニューススタッフが偶然にもそのリアクションの全貌をカメラに収めることに成功しました。どこに飛んでった？マジのミーに聞きました。ジーンとしました。ジーンとはしないかな。ジーンとはしないかな。小さいニュースばかりですね。小さいニュースばっかりでもいいよ、平和ってことよ。マジのミーニュース。チャーリーがお伝えします。いやでもあんだけ吹っ飛ぶって本人的には本人的には小さなニュースではないのでは。友達クエスト開催中。なんか久々やん、友達クエスト。ちょっと見てこや。どんな感じやった？全くもって覚えてないんやけど。始める。どういうゲームやっけ、これ。うわー、すごーい。味噌汁が現れた。頑張れ。戦おう。ね、味噌汁の体力は表示されてないんやけど。お、弱点に当たったらしい、なんか。弱点に当たってもそこまで100とかは超えんのやな、体力。体力じゃない、ダメージ。はるちゃん強くない？みんな職業なんなん？何の武器持っとんかもよくわからんねやけど。
おお、やったね。でもだいぶ体力多かったよね。お、これはどっちに進むか。何、次はミルフィーユ。戦おう戦おう。あれ、なんかさっき戦うと回復やったのに、今回戦うと魔法に変わった。あ、それぞれで違う？あ、そういうこと？それぞれで違うんや。ずっと私戦うと回復なんやかと思いよった。なるほどね。必殺。必殺技の名前が知りたいんやけど。なるほど。回復はここか。結構がっつり、がっつり減ったけど。あ、ここも回復ね。回復しよう。回復っていうのはさ、自分だけ？やとしたらさ、回復技持ってない子は、そのままお亡くなりになるだけ？えへ、空振り。いや、てか敵の体力多すぎなんですけど。普通に敵の体力多すぎなんですけど。魔法。ねえ、その辺で出てくる敵にしてはめちゃくちゃ多くない？右、左。どうしよっかなぁ。右で。なんとなく。なんかあるよ、あれ。何？あ、え、魔王ファミコンが現れた。なるほど、ボスがいるのか。なるほど、なるほど。魔法で。戦う必殺、必殺。みんなの体力はまあ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 。戦う。え、でもさ、その辺におる敵ですらあんなに体力あったんやったらさ、この魔王とかめちゃくちゃ体力やばいんやないん。やめていただきたいわ。あ、これ何？一応体力が少ない子をちゃんと回復してくれる感じ？なるほどね。ちゃんとその辺は本人が見極めてくれる感じなんね。え、てかこれ必殺技にはマジックポイントいらんのかな？戦う。やっぱ普通のじゃダメージがそんなに与えられないな。非全体攻撃やめてくれよ。回復。もうマジックポイントあと1回分しかないやん、回復。魔法攻撃が結構効くな。うん、必殺技には一応マジックポイントは関係ないっぽいね。今のネムちゃんで回復した方が良かったかな。まあ、でも一応回復回復。はあ、これでマジックポイントが終わってしまった。ってことはこれは何？ファミコンがもらえるってこと？まあ、倒せたらの話やけど。そういうことよね。うわー。もうワカメちゃんが回復を使えないよ。もう攻撃するしかないよ。ここも魔法が使えない。頑張ってくれ。てか相手の体力が見えんのかな。ね、体力ぐらい見させてほしいよね。空振り多くない？あれ、向こうも何？マジックポイントなくなったとかそういう感じ？頑張れ。頑張るんだ。空振りだらけじゃねえか。回復回復。いや、全然技使ってくるわ。
普通に技使ってくるわ。くそー。マジックポイント自然回復してくれんかな。もうはるちゃんの必殺技に頼るしかない。ね。ひぃ、待って。はるちゃんに頼るしかないって言ってるじゃねえか。やめて、そこをやっつけるのは。お。いや、でもそうでもないな。回復をお願いします。あー、もうこれで回復できる人がいない。あー、もう回復できないんだよ。もうマジックポイントがね、全員ゼロなんすよ。お願い。もうこのターンでやっつけれんかな。だって全体攻撃があったとしたらもう死ぬやん。クソ、やっつけれないか。一応全体攻撃は免れた。ひぃ、もう空振りとかやめてくれよ。空振りよろしくないって。くー、あー、全体攻撃きた。うわー、次また一人やられそうな気がするな。え、これはさ、ちゃんとさ、やっつけれる、うん、よね。やっつけたことあった？わからん。でもこれ死ぬとかじゃなくて死んだふりなんやね。やっぱあれか、子供向けのゲームやけんとかそういうことか。うわー、みんなーみんなー頑張ってくれ。クソ、いけない。強いって、一人になったよ。ほら、もう1対1なんですけど。やっつけたよ。やっつけたよ。ゲームクリアおめでとう。記念にお宝ファミコンプレゼント。でもこんだけ苦労してファミコンっていうのがね、そんな方法じゃなくても手に入るっていう。はい。ということで、でもまあ久々やね。え、あれやったことあったんかな？わからない。え、やったことはあるね。やっつけたことはあったんかな？ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかもうさ、確実にやられると思って、普通に、ね、諦めの気持ちでおったけん、唐突にやっつけれてすごい拍子抜けやったんやけど。すごいびっくりした。